フジヒル、パワー、ウェイトレシオ、速度を限界までシミュレーション、どうなるプラチナ金銀、銅、制限タイム。中高生が考えそうな疑問なんですが、上り坂で超パワー、超低体重ならどうなるんだろう。それでフジヒルとか走ったらやばいかなって疑問を持ってしまったんですね。フジヒルっていうのは日本で一番の山梨県で開催される大会ですね。 定員8000名で全長が24キロ標高差1,255メートル6月1日にね開催される日本一の参加者の大会です基礎データ作りまずは距離1.6キロメートル平均勾配5.7%総上昇量90メートルの坂道これを5往復するんですねそれで基礎データを集める この5.7%っていうのはフジヒ、富士ル5.2%と近い坂になります。私は検証者、男性174センチ、74キロ、えー、この状態で走ると、えー、現地行く、行きました1キロ以上、傾斜はあのー、5%前後の緩い、えー、傾斜なんですが、まあ、そこで実験、検証、実証してみたいと思います。検証開始ここね 道路もきれいでね、車通りも少ない坂を選びました。5往復するわけですね。結果、まあ、こんな形でね、タイム、秒、エラップ、パワー、速度、あと心拍とケーデンスとかね、出ました。で、そのうち必要なものを抜き出して、パワーと速度でくるグラフを作って、近似曲線。 を引いていろいろと予想するわけですね平均パワーと速度ですねでこのような y イコールっていうね関係式が導いてこれをね範囲広げてですね100ワットで漕いだきは4.1キロ時速200ワットが11.1キロ250ワットが14.7キロ300ワットが18.2キロ400ワットが25.3キロ 500ワットが3 2 3キロ1 0 0 0ワットで超えたら6 7 6キロこのようなね関係式から予想がね立つわけなんですね。これをさらに範囲広げてシミュレーションしたらどうなるかとさっきの最初の疑問ねこれで解決するんじゃないかということで富士ヒルクライムですねこれが実際のね富士ヒルクライム全長2 4キロ平均勾配5.2%標高差が1 2 5 5ルのね大会になります。 まずはですね、50ワットパワーね、小型の LED 電球、電力でやったとねで、ロードバイクだったら緩やかな坂道ゆっくりこぐ、速度は0.6、時速ね、か、ま、た、あ、つむりぐらい、でパワーウェイトレーシオで言うと0.7ですね、これでいくと乾燥するのが大体43時間8分、次、パワーが100ワット。 まあ電力でいうとこたつとかコーヒーメーカーロードバイクでいうと緩やかな坂道を一定に漕ぐえ速度は4キロ。人の歩く速さパワーウェイトレーシオは1 4キロ。これだと5時間52分かかるんですね次パワーが162ワット、まあ、電力でいうと電気ケトル,ケトルですねでロードバイクでいうとやや急な坂道を一定で漕ぐ速度は8 5キロ。m、えー、富士ヒルの制限タイムになりますね このペースがね。で、パワーウェイトレシオは2.2。乾燥時間が2時間50分になりますね。次、パワー200ワットで漕ぐ。まあこの電力でいうと掃除機のジャックとか洗濯機洗浄。ロードバイクでいうと急な坂道を一定で漕ぐ。速度は11キロですね。持続で。高齢者用の電動カードがこのぐらい。パワーウェイトレシオは2.7。乾燥予想タイムは2時間9分になりますね。200ワット。次、 2 6 7トでこぐ。まあブラウン管のテレビ電力でいうとね。ロードバイクでいうと上級者が一定のペースで坂道をこぐ。まあ、時速16キロ。だいたいこれがね、富士ヒルブロンズのね、レース、はい、ペースですね。パワーウェイトレシオが3.6、えー。乾燥タイムが1時間30分予想ね。次、パワー3 1 2トでこぐ。電力でいうと炊飯器保温状態。 ロードバイクでいうと上級者が全力で坂道こぐ速度は19ですね、持続ねフジヒルシルバーですねパワーワイトレシは、えーは4.2予想乾燥タイムか1時間15分になります次、えー、パワー355ワット電力でいうとホットカーペットの書でこぐロードバイクはね上級者がゴール前でスプリントするぐらい速度はね22キロ持続 これでいくとゴールド、このペース。パワーウェイトレシュは4.8。予想乾燥タイムが1時間5分になります。次、382ワットでこぐ。ヘアドライヤーの弱。ロードバイクでいうと、プロが全力で坂道こいだときがこのぐらい。速度は20時速4キロ。富士ヒルのプラチナ、一番いいやつですね。取れます。パワーウェイトレシュは5.2。乾燥予想タイムは1時間ぴったりですね。次、500ワットでこぐ。 電力でいうとアイロンの強ですね、ロードバイクでいうとロードのプロのトップ層が坂道をこぐ、速度は30キロ、原付きの制限速度ですね、パワーウェイトレシオは6.8、これでいくとですね44分ですね。 次、パワー1000ワットですね、これでこぐとフルパワーの、ね、掃除機強、えー、機械で言うと1馬力から5馬力、小型高音機、速度が68キロ、競走馬の巡航速度、パワーウェイトレシオは14、これでいくとですね乾燥予想は14分ですねん人間技じゃない、これからは人間の領域外の予想を、ね、生成 AI を使用して試行実験、計算させました、速度パワーが急激に上がります。 パワー2000ワーットで漕ぐ、まあ、電力でいうと IH クッキングヒーターの強、えー、機械の馬力でいうとこれもね1から5小ガト高運機速度は138キロ新幹線の低速、まあ、空気抵抗なしで大体26秒を超えたらこの速度になるでパワーウェイトレシオは27乾燥予想は11分で登れちゃいます。パワー3000ワーットで漕ぐ 電力でいうと電気温水機の台機械でいうとこれも1から5馬力小型の航運機速度は209キロ特急列車ですね。空気抵抗なしだと40秒ぐらいでその速度に達するウェードレシオは41乾燥は7分14秒予想です。ね。 続いて、5000ワットでこぐ、電気自動車の充電器中、えー、馬力で言うとですね、6馬力、原付きの 50cc、速度はね、350ですね、時速、新幹線のですね、空気抵抗なしで69秒で行けちゃいます。ウェイトレシオ68、乾燥予想は4分40秒。次、 1>, 1万ワットでこぐ大型の業務用オープン電力でいうとね機械でいうと14馬力、まあ、原付き2種 125cc 速度は703キロジェット機。 空気抵抗なしで2分18秒でこの速度になるパワーウェイトレシオは135、えー、乾燥予想は3分12秒で上っちゃいますね次2万ワットでこぐ、えー、建設現場の大型クレーン馬力でいうと27馬力ダイハツのミセット2とか速度はね1409、まあ、音速1ですねちょっと超えるぐらい、えー、空気抵抗なしだと2分ぐらいでこの速度パワーウェイトレシオは270乾燥予想は2分11秒になります。 次、5万ワットで漕ぐ電気自動車電力でいうと充電器が超高ですね機械は68馬力、まあ、トヨタのビッツとかマーチとかね、日産速度が3527弾道ミサイル空気抵抗なしで1分38秒でいっちゃうパワーエイトレシアは676乾燥タイムは1分38秒予想ですね。 次10万ワットで漕ぐ放送局の送信設備機械でいうと135馬力続きのスイフト速度は7057小惑星とか推薦の、ね、落下速度空気抵抗なしで1分17秒でこの速度ウェイトレシオは1351乾燥タイムは1分17秒ぐらいで登れちゃう。 次20万ワットで漕ぐ、まあ、競技場の、ね、ナイター照明がそのぐらいの電力機械でいうと272馬力 23C 馬三菱ランエボとか速度は1万4,000、まあ、デブリ宇宙ゴミの一部ぐらいの速度空い抵抗なしだと62秒でその速度パワーウェイトレシーは2703乾燥は62秒で上っちゃう次 50万ワットでで大型レーダーダシステムですね、軍事。機械でいうと680馬力フェラーリの599速度でいうと3万5000宇宙船が、ね、地球を離脱する速度空気抵抗なしだと44秒,秒でこの速度ウェイトレシオは6757乾燥は44秒でいっちゃう。 続いて光の速度ですね。パワーは411ガイワットで上る。機械でいうと 55K 馬力。速度は10億ですね。パワーェイトレシは5回。乾燥タイムは0.0008秒ですね。日本のキタスの呼び方でいうと、億長、境外、上。ここまでいっちゃうわけですね。驚愕です。結論。今までの結果、一覧表にまとめたら、こんな感じ。必要な分だけ抜き出すと、これ。 富士ヒルのね制限タイムから富士ヒルのプラチナまで、男性174センチ74キロの場合はこのような結果。今後ね坂道を登る目安にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。通勤坂コミュートヒルでした。